無所属の会は2017年から2019年に存在した衆議院の旧民進党系会派。衆議院での略号は向かい。便宜上以下のグループについても本記事の後ろに記載する。2017年10月10日、公示、22日執行の第48回衆議院議員総選挙に際し、民進党代表、前原誠司は民進党からは、 公認候補者を一切擁立せず、東京都知事、小池百合子が代表を務める希望の党に合流することを決断したが、一部の候補者が希望の党の公認を得られない事態となった。結果として、民進党候補者は、前原の決定通り希望の党入りするグループ、新たに枝野幸男が決闘した、立憲民主党へ参加するグループ、両党いずれからも公認を受けず、 民進党席を有したまま無所属で小選挙区、単独立候補をする者の三陣営に分裂する状態に陥った。この際、無所属出馬となった民進党前職の約20名は、工事直前から民進党初代代表である岡田克也が中心となり、選挙の情報共有、相互支援のためのネットワークを組んでいた。2017年10月22日の 第48回衆議院議員総選挙後の25日、希望の党、立憲民主党の公認を得ず無所属出馬で、当選した民進党席の残る、衆議院議員のうち十数名が国会内で会合し、岡田克也が代表となり、衆議院で新会派を結成することを決定。民進党席無所属当選議員たる該当者は18名、おり、 希望の投入党を表明済みの党代表、前原誠事を除く全員に参加を呼びかけた。二十六日に岡田を代表とする十三名による衆議院会派、無所属の会を結成した。二十六日、衆議院事務局に会派届を提出。会派名は無所属の会、代表者は岡田、参加議員は全十三名で、岡田のほか安住厚志、江田賢治、 金子恵美、菊田紀子、黒岩栄洋、篠原隆志、中川正治、野田義彦、原口和弘、平野博文、広田はじめ、福田昭夫となった。一方の不参加者は、前原の他に、黒羽光一郎、重徳和彦、中島勝彦、和尾栄一郎の、計5名であった。岡田は、政治的なスタンスは、中道、国会で活動していく上で、 一人では限界がある。野党はなるべく協力していくことが大事だ。立憲民主党や希望の党と連携する結節点になると語った。参議院や地方組織などを含めた政党、民進党としては27日開催の両院現総会で民進党全体での希望の党への合流が撤回され存続が決定した。次の党代表には 無所属の会代表で民進党席を保持する岡田を推挙する声が強かった。ものの、本人は否定した。結局、30日の両院議員総会で前原が辞任し、31日の同会で実施された代表選挙で無投票により、参議院議員の大塚公平が就任した。衆議院選挙前の民進党衆議院会派は民進党、無所属クラブだったが、 11月1日招集の特別国会を前に会派も3分裂。特別国会招集時点において13名の無所属の会は立憲民主党、市民クラブの54名、希望の党、無所属クラブの51名に次ぐ野党第三勢力の座を得た。同日の内閣総理大臣指名選挙では13名全員が大塚に投票した。 大塚体制となった11月8日の民進党、両院議員総会で発足した新執行部においては、参議院議員が中心となるも、無所属の会からも原口が副代表に、平野が国会対策委員長に、篠原が選挙対策委員長に就任するなどした。2018年1月10日、新たに中村騎郎が会入りし、14名となる。中村は、政党、 会派ともに無所属だったが、2017年11月1日の主犯署名では大塚に投票していた。2017年年末から2018年にかけて、民進党は希望の党との統一会派結成構想を示したものの、岡田をはじめとする無所属の会のメンバーを中心に反対意見が相次いだため、結成構想は白紙に終わった。 その後、民進党は希望の党とともに新党を結成し、野党再編につなげる構想を示したが、無所属の会は立憲民主党との統一会派結成を目指していた。しかし、4月9日に民進、希望両党首が両党を合併する方向で合意し、17日には無所属の会のメンバー14名のうち、3名ほどが新党に合流する方針を示し、合流をしない、 メンバーの間でも無所属の会を脱退し、立憲民主党に移籍する者と、そのまま無所属の会に残留し、新党と立憲のつなぎ役を目指す者とに分かれ、分裂する公算が大きくなると報じられた。その後の4月26日に無所属の会所属議員のうち約10人が協議し、新党への不参加と会派の存続を確認した。5月7日、 民進党と希望の党の合流進党、国民民主党が結成される。無所属の会からは、篠原、原口、平野の3名が参加し、本会派を脱退した。また、立憲民主党に近いとされていた菊田が脱退。これにより、無所属の会のメンバーは10名となる。翌8日には福田が、立憲民主党への入党が承認されたことにより、脱退。一方で同日に、 旧希望の党の大串博士、田島要、本村健太郎の3名が、翌9日には、休民新党席を持ちながら、無所属の会に参加していなかった、元陽が、それぞれ本会派へ加入し、無所属の会のメンバーは13名となった。また、幹事長の職を新設して大串がつき、大会した平野が務めていた、国会対策委員長には広田が就任した。 民進党消滅と国民民主党決闘、希望の党の与党化に伴い、野党共闘の枠組みは民進党、希望の党、立憲民主党、日本共産党、自由党、社会民主党の6党から立憲民主党、国民民主党、日本共産党、自由党、社会民主党と無所属の会の5党一会派へ移行することとなった。旧民神経勢力の再統合を 目指して活動を続けたが立憲国民両党間の膠着状態が続いたため11月中旬には立憲民主党との統一会派結成を目指す方向に軌道修正し統一会派結成が見送られれば事前の策として部所属の会を母体に新党を結成する考えを表明したしかし立憲側が政党間協議には 否定的な見解を示し続けていることから12月5日までに浸透結成を断念する方針を固めた。翌6日には岡田と江田野が会談し、統一会派について協議したが、江田野が会派単位の合併を拒む姿勢を崩さなかったため、交渉が決裂。7日に第197回国会の閉幕後に無所属の会を解散し、希望者が個別に、 立憲会入りする方針であると報じられ、10日に開かれた会派総会で上記方針を正式決定した。そして通常国会招集を前にした2019年1月8日、会派総会を開いた後に13名全員の挙手を発表した。代表の岡田克也のほか、安住厚、枝田賢治、大串博士、金子恵美、黒岩栄井洋、田島かなめ、中川正春。 中村岸郎の計9人が立憲会派入りすることに決定。立憲会派合流を見送るのは黒葉光一郎、野田義彦、広田はじめ、本村健太郎の4名となった。4名は無所属の海村属か深海派結成を検討するとした。ただし本村については同日3月24日告示4月7日執行の相模原市長選挙への 立候補を検討しているとも報じられた。1月15日、岡田ら人は、立憲民主党の会派、立憲民主党、無所属フォーラムへの入会届を提出。以後は、会派内グループ、無所属フォーラムとして活動することになる。翌16日のだが、記者会見において、自身を含む無所属議員7名による、新会派を結成したことを発表。会派名を、 社会保障を立て直す国民会議都市、無所属の会に残留していた野田、玄陽広田、本村の4名に加え、会派に所属していなかった井出勲佐夫徳和彦、中島勝人が新たに入会した。民進党出身の議員、候補者のうち、希望の党、立憲民主党いずれの公認も受けずに、民進党席を持ったまま無所属で立候補し、 当選した議員によって結成された経緯から2017年10月26日の結成時点においては参加した13名全員が民進党の党籍を有していた。その後、菊田紀子、黒岩坂洋は民進党を離党したため民進党籍を喪失した。また、2018年1月10日に新たに開配した中村騎志郎は無党籍であった。 広田はじめは離党はしておらず、民進党籍を有していたものの政党交付金の受け取りを辞退していたことから、2017年11月上旬に民進党が総務省に届け出た党所属議員には含まれておらず、民進党所属の国会議員としての資格は有していなかった。2018年5月7日、国民民主党の決闘により、新党への参加者は会派を離脱し、 国民民主党、無所属クラブに参加、残る岡田らが民進党を離党したことから、名実ともに無所属議員のみの会派となった。民進党籍議員が在籍していた時期には、政党名を含めない、無所属の会との会派名に、元民進党議員からの批判の声もあった。二0 1八年五月九日、当時衆議院、議員十三名、有無は民進党解散時、 民進党所属国会議員としての資格の有無。無所属フォーラムは、2019年1月15日に、立憲民主党の衆議院会派、立憲民主党、無所属フォーラムへの入会届を提出した岡田らによって結成された、会払いグループである。2017年結成の衆議院会派、無所属の会の流れを組むグループの一つである。年月には、 立憲民主党、無所属フォーラムは、国民民主党、無所属クラブや、社会保障を立て直す、国民会議と統一会派を結成したが、この際も、会派名称は、立憲民主、国民、社保、無所属フォーラムとなり、無所属フォーラムの名称が残った。2020年1月時点の報道では、無所属フォーラムを率いているのは、岡田克也であり、所属する、 衆議院議員は12人とされている。2020年8月に立憲民主党、国民民主党両党が回答した上で新党を設立する方針で、大筋一致すると、岡田らも合流に参加する意向を示し、同月24日には立憲、国民、社会保障を立て直す国民会議、無所属フォーラムの各幹事長が国会内で会談し、 合流新党結成に向けた基本合意書に署名した。9月10日に新党の代表、透名選挙が実施され、代表は江田野幸男に、透名は立憲民主党に決まった。本記事で解説する会派内グループ、無所属フォーラムが取りまとめた2020年9月3日、時点での新党入党宣誓書提出者のリストには、下記の12名が記載されている。 小勝会は2020年に設立された新立憲民主党の派閥議員グループ。名称は小選挙区で勝つとの意味を込めたとされる。なおメンバーの一人小川は小選挙区で勝つ会と名付けたとしている。2021年2月無所属フォーラムから合流した岡田克也中村騎朗ら国会議員約10人により、 新グループが結成したことが分かったと報じられた。読売新聞は、会結成の狙いを、修道路線を掲げることや、共産党との政権構想への反対姿勢を示す、ことと報道した。この報道に対し、岡田は、取材を受けておらず、不正確かつ、不誠実な記事とし、2020年9月の立憲民主党結成の際に、それまでの仲間で、 情報交換会を設けたものであり、それ以上の意味はないとしている。以下の議員を含む約10人とされる。ありがとうございます。